相川企業ディスクジョッキーね、今日も聞いてくれてありがとう。早速リクエストいこう。北門から行こう。これナショナルマック、マックっていうのね、カセットテープレコーダートンってやってパンとなる。しかもこれは3バンド、そしてはい、あのスピーカーが大きいってことはね、音がいいっていうことですね。そしてボタンがいっぱいってことはメガニックいっぱい。そう知ってる。これがねアンテナ、いいの、いいよ、アンテナですね。あんた松下さん、ナショナルマック。ユーミンの長い歴史と知られざるエピソードをユーミン自ら語ります。22歳の時に音楽プロデューサー松任谷正隆さんと結婚し、以来夫婦二人三脚、数々の名曲を世に送り出してきました。一番大事なシーンでですね、松任谷正隆がなんか涙を拭いてるみたいに見えたんですよ。でそれは汗だったんですけれども、神父さんがあのハンカチを渡してくださって、返すハンカチが動乱で、はい、オレンジ色になっててそれがすごい印象に残ってるんですけど。記事に荒井由実って出るのはこれがもう最後っていうくらいの記事、うん、あ、そうですね。これの披露宴の時に、はい、テレビ局のディレクターの方が、はい、オナコードさんだったんですけれども、披露宴でね、松任谷に変わりますって言っちゃったんですよ。それもまあ面白いかなと思って。この年ユーミンが、松任谷正隆さんと結婚、松任谷由実になったってことですね。新婚旅行行っちゃったんだって。俺とムシはね、ユーミンに呼ばれてね、はい、新婚旅行に遊びに来てくれって言われて、ね、一緒に行ったんです。来てくれって熱海へ、ね、呼び出されたんだ。と俺とムシで、ね、こうなったらこの二人に初夜をさせまいと。させまいなんだ。それで飲み潰して初夜させないために。それうまくいったんですか。いや俺知らねえよ。俺夜熱海まで行ってずっと飲んでたんじゃないですか。それだユーミンにそういう気持ちがありゃさ、俺にも、俺にも、それ絶対阻止したのに。え、絶対阻止したのに。そういうのがありゃね、うん、そういえばあの結婚前に拓郎、うん、のツアーにユミさんも一緒にステージに出て聞いたよ。なんかユーミンにしなんかやったよね。やったやった。ステージで紹介したことあったよね。したね、したした結婚しようよ。結婚しようかな。だよね、うん、そうだろうな。そうだよ、俺それもあるけど、マンタとユーミンのが俺たちは亀やつと一緒に、うん、そう結婚初夜に行ってんだよ。熱海に新婚旅行に来たんだよね。新婚旅行の1日目に俺はとにかくムッシュ亀やつに行くぞって言われて、何何って言ったら、うん、マンタとユーミンの初夜なんだとか言って、初夜ですかって言ったら、ムッシュが初夜お前行ってあれだよ、邪魔しなきゃダメだとか言って何しに行くの、そんなバカみたいじゃんとか言ったら、いいんだ、絶対あの初夜を迎えさせないっていうそれは拓郎が言ったんでしょ。違う違う、構わないです、ムッシュのアイデアだったの。そうなの。そうそう、で拓郎がいれば絶対あの初夜を迎えさせないことができるはずだからってあの熱海の旅館で拓郎がものすごい助走して明け方だってベロベロにベロベロに酔っ払っちゃって、とにかく初夜を迎えさせちゃいけないっていう使命感があったんで、俺たちはみんな、まんまとうまくいったでしょ
ひどいね、だけど。ひどいね。でもそういう、そういう間柄って割と人は想像できないよね、きっと。できないよ。吉田拓郎さんがね、久しぶりに会って最後に会ったのは釜谷さんの葬式の時の教会で隣の席だったんだけど、うちの旦那さんがね、独身時代に私ももう交際してたから松任谷さんとで拓郎さんの旅先にくっついて行ったりとかして、飛び入りでピアノを弾いたりしたこともある。ツアーについていくと東京駅で集合だったりするじゃない。そうするとね、今日は中止になりましたみたいなことが2回ぐらいあって、すぐ病欠しちゃう人みたい。降りかかる都会の空を、そうそう、一番ね思い出深いのは私たちの新婚旅行にね乱入したこと。釜谷さんと拓郎さんと当時所属していた東芝 EMI の新田和永さんっていうディレクターと、私の親戚の旅館が熱海にあったんだけど、でその熱海の方に東京からやってきて、あいつらに初夜は迎えさせないとかって言って、そんなすいませんとっくにっていう感じなんですけど、すごい思い出深いな。コンサートツアーっていうのがまだない時代、最初のうちに始めたんですけどもね、僕たちでみんなでツアーを始めた頃、まあその頃の客席はね、なんて言うんでしょうね、黄色いね、いわゆる 色で言うと黄色い歓声ですよ。それからこのね、そういうふうにしわがれた声じゃないんだよ。それからこういう拍手もね、そういうなんていうの、秋の枯葉のようなカサ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 した音じゃなくて、もっとこうもうほとばしるようなね、ものがねあったんですけどね、さすがにもうダメだね。本当にこれはずっと全国言って回ったんですけども、少しは気をつけないとね。もう自分たちはそれで十分なんかねやってるつもりでいるけど、こっちから聞いたら情けないような、こういうこの拍手の間の間隔も長すぎるよ。こういうもっとこういうもんなんだけどな。去る者たちよ、そんなに急ぐな。君の住む町を思い出させるね、あの頃の愛の歌よ、喜びを歌うな。空気に呼吸を合わせながら歌い続ける、もう君に君がどこへ行くのか知らせてくれないか、帰っておいで僕に。
か夜の雨が君の笑顔に安らぐひとときをいつまで続くか君の眠る部屋も同じ雨だね出てきてくれないかいつでも待ってる僕の愛の歌は子守歌になったろうか辛く長い日々僕の愛の歌は慰めになったろうか分け合ってね だけど苦しいことも同じだよね 重たい日々が始まっちまったよ 拍手を送る友人たちはされても